やったー、これでついにできたぞ。バナオくん、どうしたの、おかしい。このコーンとあの看板が読めないのかい。うん、いや、う、え、あ、いや別に飴とか取ろうとかしてないよ。こら、人のものを勝手に盗み食いしちゃダメだっていつも言ってるじゃん。待って、カシ君遅いんだもん。一体これ何作ってたのだ。実はこれはね、僕が誠心誠意真心を込めて今まで集めたたくさんの材料をふんだんに使って。そんなことはどうでもいいか、早く川に遊びに行こうよ。もう準備万端なんだから。ええー、本当だ。でもそんなことって話を最後まで聞いてほしかったな。うん、待ちきれないからね、行くよ。確かに長くて待てなかったのだ。行ってくるね、時に見る見る。もうバナオくんはすごい準備万端で可愛いな。カシ君、早く行くよ。ん？ん？またあの村人さん、川の方見てるね。ほんとだ、この人ずっと川見てるよね。一体いつも何を見てるんだろうね。実はここだけの噂なんだけど、あの村人さん、この先の川で息子さんが亡くなったらしいんだよ。じゃあ息子さんをずっと待ってるのかもしれないね。だね、ちょっと悲しい話だったな。まあ、気分を入れ替えて遊ぼうよ。よし、このジャンプ台で飛び込みたかったんだよ。このジャンプ台もあのおじさんが手作りで作ったらしいよ。みんなを楽しませるために作ったのかもしれないね。なかなかエンターテイナーだね。うわ、高いから気をつけて。もう深いな。大丈夫、溺れないように気をつけてね。お、深いな。あ、なかなか深かったね。一歩間違えたら溺れちゃうよね。意外とこの川深いから危険だもんね。でもこんな立派な飛び込み台を作るなんて、相当息子さんのことが好きだったんだろうな。あ、ごめん、暗い話しちゃった。よし、それじゃあ思いっきり川遊び楽しんじゃうよ。だね。でもその前に晩ご飯をゲットしとかないとね。ありがとう、バナオくん。魚釣りか。よし、誰が一番たくさん釣れるか競争だ。よし、負けないぞ。私もいっぱい釣るのだ。川遊び楽しそうって思ってくれた君は、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。あー、釣れないね。今日はカッシーくんの釣った魚は結構かな。ん？何の音？え、人が溺れてるよ。え、急いで助けないと。え、カッシーくん何してるの。大丈夫ですか。笑ってる。カシ君一人で何してるの。まずい、苦しい。起きろ、起きるんだよカシ。カシ君、目が覚めたの。え、僕は一体。ああ、無事目が覚めてよかったのだ。一生起きないかと思ったよ。バナオ君、まーちゃん、それにここは僕たちの家。一人で勝手に溺れちゃうんだもんな。急に川に入っていくからびっくりしたよね。いやいや、川で人が溺れてたんだよ。確かあの橋の向こう側にいたはずなんだよ。一人で溺れてたら僕バカみたいじゃん。いや、おいらたちには全く何も見えなかったけどね。誰もいなかったの。いやいや、間違いなくいたんだって。ちょっと見に行かない。なる、もしかしたらまだ溺れてるかもしれないんだよ。それなら急いで助けないとね。ああ、またいるね、あの人。いつまで川を見てるんだ。あれ、何もいないけどね。おかしいな。ほら、カシ君、私たちの言った通りじゃん。イカさんと間違えたんじゃないの。いやいや、絶対にいたんだって。ほら見てよ、溺れてる。でも待ってよ、二人とも様子がおかしいのだ。笑ってる。それに足がない、人間じゃないぞ。はあ、こっちに近づいてきたよ。どうしよう、どうしよう。また僕たちを襲うつもりなんじゃないの。もしかしたら笑顔だから仲間になろうとしてるんじゃない。遊びたいのかな。バナオ君、近づきすぎると危険だよ。いざ、バナオ君のことも川に引きずり込もうとしてるんだよ。いや、でも待って待って、二人ともなんか川の中でモジモジしてるぞ。もしかしたら川からは出られないのかもしれないね。それならチャンスじゃん、早く家に戻ろうよ。だね、めちゃくちゃ怖いお化けかと思ったけど、もしかしたら溺れた子供の幽霊なのかな。
怖いね。まあでも川の外に出てこれないんだったら僕たちに被害はないから家に帰って魚でも食べますから。よし、魚はおいじゃのものだぞ。なおくん一匹も釣ってないのだ。バレちゃった。ん、あの人ずっとあそこで川の方を見てるな。風流だね。そうなのかな。そんな言葉知ってたのか。あー、雨が降ったら川で遊べないね。全くの夏休みなのにね。こんな雨の日はバナオくんとマーちゃんと会った日を思い出すな。ん？緊急速報みたいだよ。何かあったのかな。そういえばカシーと会った時はずぶ濡れのオイルたちに傘を差し出してきたよね。うんってね。あの時は本当にびっくりしたな。緊急速報です。大雨により川が増水しているため、このままだと氾濫する恐れがあるため注意してください。え、今の川って僕たちの家のすぐ目の前じゃなかった？完全に俺らテレビに映っちゃってたよね。いや、そんなことより川どうなってるか見に行ってみようよ。ばあちゃんもちゃんと映ってたよ。可愛く映ったかな。足が浸水してるね。まずいな、このままだと僕たちの畑まで浸水しちゃうぞ。早く回収しないと死活問題だね。だね。ダメじゃ、急いで今から回収しに行くのだ。よし、行こう。私たちのご飯がなくなっちゃうよ。ん？この人こんな雨なのに何してるのかな。さすがにこれはちょっと教えてあげた方がいいんじゃないかな。ずっと外にいるからニュース見てないのかもね。よし、教えてあげよう。あの、すいません、大雨で大変みたいですよ。川が浸水しちゃうかもしれないんだって。急いで家の中に入った方がいいのだ。え、あ、いらないって言ってるね。いた。え、大丈夫バナ君？感じ悪いね。私たち心配しただけなのにね。すごい怒ってるし。まあでも入らないって言うんだったら仕方ないな。よし、二人ともちょっとこっち来て。実はここだけの噂なんだけど、あの村人さんって家族にも暴力的だったらしいよ。最低だね。どんなことがあっても暴力はダメなのだ。まあでもそんな過去があったからこそそれを悔やんで今でも川の方を眺めてるのかもしれないな。まあそんなことより早く小麦を回収するよ。そうだな、人の心配するよりまずは僕たちの食料問題だ。明日の朝ごはんがなくなっちゃうからね。全くこんなに困ったんだからね。まあほとんど僕がやったんだけどな。バレてたね、バナオくん。え、そうだったっけ。俺ら一生懸命頑張ったような気がするよ。気がしてるだけなのだ。おかしいからサボってる場合じゃないよ。早く収穫するのだ。あ、ごめんごめん、収穫だけはめちゃくちゃ二人とも手伝ってくれるんだな。え、川で溺れて笑ってる子供だ。釣り近づいてきてるね。あ、バナオくん行っても大丈夫なの。ん、あ、でもやっぱり川からは出てこれないみたいだな。うん、それなら安心だね。よし、家に帰りますか。もしかしたらお腹が空いてるのかもしれないからこれでも食べて成仏するんだ。よし、行くぞ。よし、行くよ。いやー、でもたくさん取れたな。これで当分は生活に困らないね。パンだけだけどね。でもお隣さん本当に大丈夫かな。バナグうるさい。マージャン？もうカシーくんうるさいのだ。どうしたのこんな夜中に。バナオくんでもマージャンでもないってことはもしかして。あ、笑顔の少年がプリンとみるみる押そうとしてるね。あ、みるみる、冬プリンに近づいてるよ。あ、プリン笑ってるよ。どっか行こうとしてるね。川に戻るのかな。え、村人さんがまだいるよ。もしかして押そうとしてるんじゃ。急いで逃げてください。あ、村人さんに近づいてるのだ。村人さんが殺されちゃった。なんか落としたね。あれは確かいつも村人さんがあのベンチに置いていた日記。よし、この釣り竿で釣り上げるぞ。あ、でも川で笑う少年が来てるのだ。大丈夫、川からは上がってこれないから。よし、釣り上げたぞ。もしかしたら村人さんの遺言か何か書いてあるかもしれない。読んでみて。何何、忘れず川を監視せねば、人が来る日や
雨の日は心配じゃ。昔に殺した子供のことがバレなければいいがって書いてある。ってことはおじさん、顔を見てたんじゃなくてバレない顔監視してたってこと？だから私たちが家に入った方がいいって言った時も絶対入らなかったんだよ。おそらく川底に埋めた子供の遺体が上がらないかをずっと監視してたんだよ。笑う男の子が来てるね。僕たちの家に入ろうとしてる。窓ガラスも割ってるのね。大丈夫大丈夫、笑う男の子は川の外には出てこれないんだよ。でも浸水してきてるよ。え、嘘だろ、もしかしてもう家の外まで来ちゃったね。でも水がないから家の中にはギリギリ入ってこれないみたい。あそこのカーペット壊されたらすぐ水なんか入ってきちゃうよ。それにこの雨だといつ浸水するかわからないのだ。でも天気なんかどうしようもないよ。ここで僕たちおしまいなのか。ああ、どうせ終わるなら雨が食べたいね。そんなヘンテコな歌歌ったら暇ないよな。何そろりそろりみたいな感じで言ってんの。最後の晩餐に雨なんてそんなの絶対嫌だよ。あ、そうだ、バラ君、マジだ、諦めるにはまだ早いぞ。僕たちにはこれがある。え、開けポッピン。お、あ、な、なんだ。落ち着いて落ち着いて、二人とも。何か出てきたのだ。見てよこれ、これは僕が誠心誠意真心込めて全てのブロックを使って作った、その名もポッピンズの歌詞、スペシャルロケットだよ。説明が長い。あ、まずい、入ってきたよ。あ、どうしようどうしよう。とにかく説明してる暇はないから乗って。悪い。よし行くぞ、3、2、1、ポッピン。ああ、こっちに来てるよ。ああ、危なかったね。落ちないように気をつけて。ずっと笑ってるのだ。もしかして僕のこのロケットの打ち上げが成功したの喜んでくれてるのか。その可能性もあるよね。いい子だね。ありがとうね、カッシーくん。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくねー。